はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。毎日効率です。前回上げた動画が、視聴者様からいただいたパラサイトコーラージの僕が持ってないやつね、いただいて本当にありがとうございますっていう感じなんですけど、また別の方ともちょっとトレードしてまして、で今回はそちらの方ね、お手紙も、つけていただいて、本当に嬉しいです。ね、僕の動画をいつも見てくださってる、ちょっと小学生の方なんですけど、ちょっと今からちょっとその手紙を紹介したいですね。紹介していいかってもちろん許可は取ったんで紹介します。こちらのイエスキリストなんですけど、前回その神湯さんっていうガシャポンコレクターのツイッターの方がツイート、すごいガシャポンのコレクションをツイートしてる方で、めちゃめちゃツイート面白い方なんですけど、その人からもいただいて、でちょうど同時で被ったぐらいだったんで、まあトレードしたんですけど、はい、こんな感じでイエスキリストのノーマルをいただきました。でこんな感じでね、ちゃんと文字付きのこの袋と、なんかこうつけてくれて、あと手紙もいただいたんで、はい、こちらこんな感じでね、これパラデルコーラージの箱なんだけど、箱を切ってこうやってね、ホッチキスで止めてあったの。うん。なんかちょっとソフビみたいなね、感じだよね。なんかソフビみたいな感じだよねっつっても、あんまわかんねえと思うから、ちょっと今、ご紹介するんだけどさ。やばい、下落ちちゃった。思いっきりショーケースから下落ちちゃったソフビ。こんな感じで、こう止めて、これソフビなんだけど、そう、こんな感じでね。うん。で、ちょっとほら、こんな感じで。よかったら、おまけです、フェラムネのおまけを入れて上からホッチキスで止めてください。いやー、もうめっちゃ止めます、もう本当にめちゃくちゃ止めます。ありがとうございます。本当にわざわざこんな切ってくれてね、嬉しいです。でもこれもったいないな、なんかホッチキスで止めるの。このまま取っときます、俺。うん、これはこのまんま取っときますよ。まあ機会があったらホチキスでやってみるっていうのもすごくいいんですけど、僕手紙もこんな感じでいただいてね。毎日コリスさんへ、いつも動画を見させてもらっています。僕もフェラムネのおまけを集めています。コリスさんの動画を楽しみにしています。これからも動画をたくさん載せてください。コロナに気をつけてください。6月から学校が始まるので僕も頑張ります。3年1組安田望むくんということで、ありがとうございます。本当にね、コロナに気をつけないとね、本当にね、やっぱりね、外出自粛っていうのがやっぱ緊急事態宣言が解除されてから、やっぱりその緊急事態宣言解除イコールやっぱコロナがね終わったって勘違いして、やっぱ結構外出してる方はいらっしゃるので、やっぱそれ見てるとあーって感じになっちゃうんですけど、まあね、本当に生活必需品とかね、もう飯をこうご飯を食べていかないと生きていけないわけですから、ある程度スーパーに行くだとか、まあそういったものはね、お仕事に行くとかも本当にね、しょうがないことは避けられないんですけど、まあできるだけそうですね、娯楽だとかそういうものはもうなんか一切断ち切って、やっぱり外出しないっていうのが一番いいのかな。やっぱりみんな一人一人の意識だからね、こういうのはね。うん、やっぱ政府のせいにしがちなんだけど、安倍がなんだとか、やっぱりどうしてもみんな国民一人一人の意識っていうのがやっぱ大事なんでね。そうだね、コロナには気をつけます。はい、僕はねコロナ対策ってわけでもないんですけど、毎朝ヨーグルト食べてますね。うん、であと筋トレして、まあちょっとランニングしたりもしてるんですけど、あ、もちろん夜で本当に人いない時にランニングしてます。はい、とかまあいろいろそうですね、対策というか、まあ、うん、免疫力は下げないようにある程度はしてます。はい、ね、嬉しいね、こんな手紙なんて。俺毎日コリスやっててこんな手紙なんてもらえると思わなかったから、めちゃくちゃ嬉しいですよ本当に。うん、もういろんな動画これからも上げていくつもりですけどね。うん、どうしても毎日投稿ってなるとね、ネタが尽きるのが怖いんですよ。僕もまあ本当に死ぬほどおまけ持ってるんですけど、もう10年集めてますから。なんだけどやっぱりそのまあ一気にドカッて紹介しちゃうとね、ネタがなくなっちゃうっていうのがまあ正直なところなんで、どうしてもねこうちょこちょこ紹介するっていう形になってしまいますね。そこは本当にご了承ください。はい、安田望くん3年生
から集めてるっていうのもいいよね。だって俺が4年生から集め始めたから、小学校4年の本当にあのもう秋頃というか、あのそれぐらいから集め出したんで、やっぱり3年生から集め出すっていうのも結構ねいいよね。デビューが早い、うん、本当にいいなって思ういや俺もねできれば3年生ぐらいから集めたかったな、うん、ね。まあ結構のぞむくんもおまけたくさん持ってると思うからね、うん、結構そのたくさん結構数とか揃ってくると楽しいからね、笛ラムネって。その持ってないやつが出た時とかって本当に嬉しいし、このおまけの箱から出るあのワクワク感、あ、何が当たるんだろうっていうワクワク感がたまらないからね、うん、もうある程度揃っちゃうとそれがなくなっちゃうっていう寂しさはあるんだけど、はい、まあでもそれでもやっぱりね、あのやめられないですよね、うん、もう俺なんて本当に笛ラムネおまけ中毒者なんで、もう本当にもうやめられないですよ。もうここまで来ちゃうともう抜け出せないですね。もう一回沼に浸かったらどん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 沈んでっちゃって、もうそのなんか沼から抜けなくなっちゃうぐらいのね。最初は足ぐらいまでしかその沼に浸かってなかったんですけど、もう今首ぐらいまで浸かってるんで絶対抜け出せないっていう感じなんですけどね。はい、じゃあ今回はこちらの、視聴者の方からいただいた、お手紙と、トレードしたものを紹介させていただきました。本当にありがとうございます。もうめちゃめちゃ嬉しいです。まあできるだけこうやってトレードしたものは動画で紹介したいなって思ってるんですけども、まあもちろんあの許可は得てるのでね、はい、そこら辺はご了承ください。じゃあ、今日はこんな感じで終わります。最後まで見ていただきありがとうございます。 Twitter と Instagram では笛ラムネを開封したり、笛ラムネのおまけに関する情報などを配信しております。そちらの方もよければフォローお願いいたします。